両手両膝をついて四つん這いになりましょう。足の指を立てます。息を吸って背中を反り胸を開きます。息を吐いて背中と腰を丸めます。吸って背中を反り視線を前に向けます。吐いて背中を丸めておへそを覗き込みます。あと3回繰り返しましょう。優しく背骨を動かして背中や腰のこわばりを緩めます。呼吸と一緒に動きましょう。背中を平らに戻し、右足を伸ばし上げてください。足首を曲げて右足を後ろへ押し出します。左腕を前に伸ばしましょう。バランスを取ろうと集中することで体も頭もキリッと目が覚めるような感覚に切り替わります。左手と右足をマットに下ろしましょう。今度は左足と右腕を持ち上げます。下腹を内側に引き込むようにお腹に力を入れます。背筋を伸ばして鼻呼吸を続けてください。右手と左足をマットに下ろします。右足を後ろに伸ばし指先をマットにつけてかかとを後ろへ押し出します。ふくらはぎや膝の裏側をストレッチしましょう。右足を戻し、左足を後ろに引きます。体を前後に動かしながら、かかとを後ろへ押し出します。左足を元に戻します。両膝を少し後ろに置き換えて、手首の上に肩を並べます。息を吸い、息を吐いて肘を曲げて、体をマットに下ろします。足の甲を寝かせ、息を吸って上半身を持ち上げます。息を吐いて体をマットに戻し、お尻をかかとの上に近づけます。この流れを繰り返しましょう。足の指を立てて息を吸い、上半身を前に移動させます。息を吐いて肘を曲げます。足の甲を寝かせ、吸って胸を開きましょう。吐いて上半身を下ろしてからお尻をかかとの上に下ろします。もう一セットです。息を吸って上半身を前に移動させます。息を吐いて肘を後ろに曲げて体をマットに下ろします。足の甲を寝かせ吸って胸を開きましょう。吐いて体をマットに下ろし、かかとの上にお尻を下ろします。お尻をマットに下ろしましょう。両足を前に伸ばします。右膝を曲げて足の裏を左足の外側に置き換えます。左手で右膝を掴んで背筋を伸ばし息を吸います。息を吐いて上半身を右にツイストしてください。右手を後ろに伸ばし指先をマットにつけます。息を吸って背骨を伸ばすように上半身を広げて、息を吐いて余裕があればもう少し体をねじってみましょう。呼吸と一緒に無理のない範囲でポーズを深めます。息を吸って体を正面に向けます。右足を伸ばし、左膝を曲げて足の裏を右足の外側に置き換えます。息を吸って背筋を伸ばし、息を吐いて左にツイストします。鼻から長く息を吸い、
鼻から長く息を吐いて、少しずつ体をねじり、背中を動かします。背骨のしなやかさを取り戻しましょう。視線を斜め後ろに向けます。息を吸って体を正面に戻し、息を吐いて足を横に開きます。つま先と膝頭を空に向けて、心地いいところまで足を広げてください。息を吸い、息を吐いて左手を下ろし、右腕を左へ伸ばします。右腰から右の脇の下まで気持ちよく広げましょう。息を吸うとさらにストレッチが深まります。吸って上半身を起こし上げ、吐いて右手をマットに下ろし、左腕を右へ伸ばします。気持ちよく倒せるところまでで大丈夫です。寝ている間に固まった体を少しずつ広げていきましょう。息を吸って上半身を起こします。息を吐いて足の裏を合わせてください。両手で足の先をつかみます。息を吸って背中を伸ばし、息を吐いて足の付け根から前屈します。骨盤を前に倒すように上半身を倒します。股関節周りが心地よく伸びて広がります。このままゆったりとした呼吸を繰り返しましょう。上半身を起こします。あぐらの姿勢で座り、目を閉じます。このまま深い呼吸を10回繰り返しましょう。鼻から深く息を吸い、鼻から深く息を吐きます。長く深く息を吸い、長く深く息を吐きます。ゆっくり鼻から息を吸い、ゆっくり鼻から息を吐きます。あと7回繰り返しましょう。意識を呼吸に向けて集中します。少しずつ目を開けてください。一日の始まりを穏やかにスタートできますように。ありがとうございました。ナマステ。